こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はサンタバーバラ動物園に行ってきた。ロサンゼルスの今という話です。サンタバーバラ動物園はロサンゼルスから車で2時間ちょっとのところにある動物園です。今回はね、お孫ちゃんが夏休みなんで、連れて行ったという動画になっています。ロサンゼルス、またサンタバーバラの方もカリフォルニアということでね、COVID-19 の警戒レベルは同じなんですけれども、やはりね、まだ最小限の制限がありまして、今回ね、ここへ行くためには、予約をね、すべてオンラインでしていかないとやはりここには入れませんでした。要するにここへ飛び込みに行ってもですね、全く入れないと、入場制限というのがまだされていたので、すべてね、購入した上でこちらへ来ております。オンラインでね、入場券とそれからこの中にね、一周チューチュートレインですかの乗車券、そして、ね、パーキングも含めて全部オンラインで、予約してね、こちらの方に行きました。今ね、前方に見えてきたのがもう入り口なんですね。今ご覧いただいたようにね、すぐ海の横ということでね、非常にロケーションね、素晴らしいところにある動物園だなというふうに思いました。そしてこちらを曲がって、駐車場の入り口です。まあね、さすがに昼ですね、正午に予約を取ったんですが、まあ、非常にね空いていて、もちろん入場制限してるから空いてるんだろうと思うんですが、今ご覧いただいているのは Google Earth で、場所を見ていただいていますが、ご覧のようにね、もうすぐ横はね、太平洋なんですよ。そしてね、反対側にはね、これワンテンっていうフリーウェイですね、失礼しました、101だ、そしてね、アムトラックの線路があって、このサンタバーバラ動物園があるという、まあね、それほどね、広い動物園なのに非常にね、こじんまりした動物園じゃないかなというふうに思います。だいたい2時間ちょっとかかりましたね。まあ一応大丈夫でね、3時間前に なかなかいい感じに制限されているような気がします。こちらね、エントランスですぐ入ったところにすぐ購買店がありましてね、売店は最後よってことでね、まあとにかくね、この先見に行こうということで、どんどん先に進んでおります。まあ動物園といえばね、我々孫をロサンゼルスズーですね、そちらにはね連れてってるんですが、まあ、ちょっとねこちらに来たことは初めてです。まあね、いろいろ話聞いてみると、この動物園からはね、太平洋が見えてすごく綺麗な動物園なんですよっていうことでね、あ、これは面白そうだなということで今回ここに、決めました。こちらはね、これカワウソですかね、ちょうど泳いでいたところで、もうちょうど、ま、お孫ちゃんたちがかわいいとか言ってくれて、まあ連れてきたね、甲斐があったなというふうに思っています。今前方の方に見えてるのがね、これ汽車です。これもね、後でみんなで乗ることになっています。そして、ね、
次に来たのがこのねフラミンゴ、まあ動物園で定番と言われるフラミンゴですね。非常に綺麗ですよね。まあちょうどね夏休みでもあるので、こちらのね、まあ、小学校はサマーキャップっていうのがあって、まあ親としてはねそれに預けてしまえばこういったところにね連れてきてくれるっていうプログラムがあるんですね。それでね子供をね預けてしまえば、まあ、夏まあこういったところで子供がね勉強してくれると、勉強というかね、まあ、社会見学をしてくれると、まあ、そんなね、サマーキャンプという制度があって、今回もですねそういったね子供たちが結構いました。まあねさすがにロサンゼルスですからね、我々いるところがここまでねサマーキャンプはないですからね、まあちょっとね我々としてね一回は連れて行こうというふうに思っています。思ってこちらに来ています。まあ、今前方に見えているのは、まあ、さっき言った汽車ですね。そしてここはねキリンのいる場所です。まあね、汽車は止まってね反対側からキリンを見せてくれて、まああのあれですね車掌兼運転手みたいな方がねずっとスピーチをしてくれるようなね、そんなねトレインとなっています。まあねここには4匹いて、餌はあげてる場所でまた近くまでねキリンにね触れ合えるという場所にもありました。さてね、予約の時間が来たので、このチューチュートライン、を今乗り始めたんですがね、結構ね早めに来たつもりなんですがもう最後の方になっちゃいまして、で、後ろの方から席が埋まるということが分かりましたので、ね、前の1両はね誰も乗ってなかったので、それじゃあ一番前に乗ってみようと思って乗ってみたんですけどね、いややっぱりねこれね機関車ディーゼル機関車だったんでねほんのちょっとねまあ音とねちょっとね排ガスの匂いがして、これ一番前に乗ったのが失敗だったかなとちょっとね思いましたが、まあただねなかなかね臨場感あるトレインでしたね。こうやってねみんな陽気に乗ってる人たちと両方手を振ってなんていう、まあいかにもアメリカという形のねまあトレインでしたね。これで、ね、一周ぐるっと回ることができて、途中途中で、まあ、止まってこの前に見えている、まあ運転手兼車掌の方がですねいろいろスピーチをしてくれると、今度はね汽車になっています。こちらがねさっきね上から見たキリンの、場所なんですが、下から見るとねこんな感じにキリンが見えます。そうですね、今回ここへ来てね何が見たいって言ったんですかね、まあなんかねまああんまり見たいのは浮かばなかったのかわからないんですが、まあ今回はね、見てもらいたいなと思ったのがね、まあ今見えているライオンですね。これライオン親子で3匹ですね、3頭ですか、それとキリンとねあとねゴリラがいますね、こんなのがね見せたいなと思って行ってみました。そしたらねおばあちゃん何が見たいって言ったらねウサギが見たいって言うんですよ。ウサギですかみたいなねちょっと表情抜けしたんですが、あ分かりました分かりましたってねウサギを見に行ったんです。ウサギのところでね結構の時間ねずっとね見てましたね。そしたらねアメリカ人が結構何人か来てねバニーって言うんですよね。でもちろんパネルにはラビットって書いてあるわけですけれども、バニーとラビットの違いがよくわからなくてですね、まあ、ちょこっと調べたらどうも子ウサギがバニーのようですね。で別に子ウサギじゃなかったんだけどなんかねほとんどの人がねバニーって呼んでるというのをねちょっとねびっくりしたなというふうに思った次第です。さて映像はねこれも帰りですがね
まだここから2時間ちょっとかけてね、ロサンゼルの方に帰るという、そんなね、動物園の一日でした。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。